国産ミッドシップスポーツカーの頂点、ホンダ NSX タイプ R。 この NSX タイプ R をベースにボディを軽量化し、ファットなタイヤを履かせた最速バージョンが NSX-R プロトタイプ LM である。このモデルにはインテリアにホンガはウッドパネルをおごり、スパルタンと豪華さが同居したロードバージョンも存在する。このプロトタイプ LM のイメージはル・マン24時間レース参戦を想定した仮想ホモロゲーションマシンだが、必ずしもル・マンだけを見据えたものではない。それ以上に NSX の理想郷を目指したものなのだ。ベースとなった NSX タイプ R は初代が1992年、大きな改良を受けた2代目が2002年に作られた。そこではアルミやカーボンのパーツが惜しげもなく使われ、足回りも極限まで締め上げられた。しかし根本的に物足りない点があった。それは格段にアップしたシャシー性能に対してエンジンの強化がファインチューンにとどまっていたことだ。世界最高レベルのミッドシップスポーツを目指すなら、エンジン縦置きレイアウトや自主規制枠を超えた280馬力以上のパワーは必須。それは量産車の NSX ではなかなか実現できない夢だが、グランツーリスモでなら十二分に可能。こうして生まれた車がプロトタイプ LM なのだ。気になるスペックは 3.2L V6DOHC iVTEC エンジンをボア、ストロークともに拡大して 3.5L までアップ。1万回転で500馬力を発揮する。レイアウトは縦置きに変更され、 JGTC 用 NSX を見習ってギアボックスはエンジン前に配置、ドライブシャフトはエンジン下のオイルパンを通ってリアタイヤへとつながる。世界中のスーパーカーと互角に渡り合えるスーパー NSX である。